スパイ防止と言っているが、スパイ防止など鼻からやる気もありません。
行政の働き、我々認めたくはないですね。なんとか大臣なんていうやつがそれもそろってボンピラぞえだからドタマの中に頭蓋骨の仲間に空気か水でも入ってるのかっていうぐらいボンピラですから。こんなやつはセメントも、セメントもいますね。だからセメントが好きでね、箱物が大好きなんじゃないかってね、脳みそがセメントでできてるから箱物を建てないみたいな、そんなやつもいますね。そう、我々あんな奴らが我々が住まってるこの列島の命を握ってたなんて思いたくもないけど、でも重要な決定に携わってしまってること、これは嫌だけど明らかじゃないですか。嫌だけど明らかじゃないですか。で、その決定に近いところにいる人が秘密を知り得る、そしてその自分の決定、それについて秘密にできる。我々には教えない。だけど君たちの秘密は我々に教えろと、こんな話がありますか。じゃあ我々も言ってやりましょうよ。この我々の住まうこの列島の命をあんたたちが握ってるんだとしたら、そのあんたたちが何か一つでも物をやるときに、そのお金はどっから出てるんだと我々言ってやりましょうよ。毎月給料から差し引かれてる所得税っていうあれもそうですけど、皆さん今の時点でも駄菓子一つ買っても 5% 上乗せされてるあれは何ですか。そうです、25円のチロルチョコ1個買っても我々はこの国の運営資金をデタラメな形でかすめ取られているんですよ。それで物だけ言わせないって、そんな方がありますか。我々はあらゆる意味で物を言っていいんですよ。物を言っていいんですよ。憲法において主権者と記されているからなんていう、しめんどくさい、そんな理屈をこね回す必要もないんですよ。もっと泥臭くてもいいんです。金を払ったんだ教えろでもいいんですよね。えだって不公平な話だと思いませんか。我々に物を言うな、物を知ろうとするな、知ろうとしたら豚箱行きだぞ。しかも最近は豚箱に10年入る上に豚箱から出てきたら1000万円よこせですよね。懲役10年か1000万円の罰金じゃないですからね。懲役10年および1000万円の罰金ですからね。ね、こんなバカな話ないでしょ。で、これが何を意味するか分かりますか。まあ私、そうです、まあ私もね、まあ泥臭い人間ですから、さっきからお金の話ばっかりしてうんざりすると思いますけど、分かりやすいんで言わせていただきますけど、そうですよ、特定秘密保護法、もう一つ言ってしまえば納税者である我々が国が何をするにしても、その税金の使い道が一切明らかにされないということを意味するんですよ。それだけ取って、例えばですよね、え官僚の誰かが名古屋城みたいな自宅を建ててしまった、おかしいな、彼の給料でそんなもん建つわけないんだけど、税金から茶ほねてるんじゃないのか。そういう疑惑を持ったとしても秘密にされてしまったらどうしますか。取るだけ取っておいて使い道も記さない、そんな道理はないでしょ。法律っていう名前をつければ常識的におかしいことも道徳的におかしいことも許されるなんて思ったら大間違いだよ。あ、意外に今日は冷静ですね、私ね冷静です。いつもね、セッティングの段階で退屈した私が喋り始めて、ウォーミングアップと称してこうして喋り始めて、気がつくと大幅に集会開始時間オーバーしてて、皆さんに謝罪してから
集会が始まるというのが最近セオリーになっておりましたが、今日はやばい時間かなと思って時計を見たら、皆さん、私火炎臨鉄北京原人がネアンデルタル人になるように進化したようです。10分前に気づきました。これも一人で皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。それではですね、もう一回規制を上げますか。皆さん、納税者であり、保険者であり、もっと泥臭く言えば、有権者、すなわち投票用紙に名前を書く、そうです、あなたたち一人一人の谷町である、我々の声を響かせようじゃないですか。
会の開始時間ぴったりで終わりましたね。前振りがね、素晴らしい。それではそろそろ、そうです、なんか来週の5日ぐらいに放送とかなんとかぐちゃ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 言ってますね。あのパブリックコメント、あの結果を信じられないと言った町村バカ虫、間違ってしまった、町村、町村でしたっけ、町村だったっけ、高信、高信だよね、バカ虫だって、信高、ごめん、信高、騙されるぞ、信高でよろしいですね。はい、町村信高、今度はなんかね、野党が野党だってことを教えてやると、はいはい、極道漫画でやりすぎか、バカ野郎。本当にねじれ国会の解消とか先の参院選で言われてましたけど、ねじれてないとあんたたちはどれだけ暴走するか分かんないってことがよく分かった。何が野党が野党だってことを教えてやる。あんたたちの思惑通りにまっすぐ行ったら、この先原発は動かされる、原発は増える、 TPP に参加してみんなの暮らしは悪くなる、物が言えなくなる、軍隊ができる、そして遠くの国に戦争しに行って構えに行く、そんな未来が待ってるでしょうが。まずこの出だし、特定秘密の幅の、これでつまずいていただきましょうよ。はい、そうです、今委員会の最中ですね。存分に我々のパブリックインコメントに囲まれながらの委員会にして差し上げようじゃないですか。はい、それではですね、特定機密保護法成立させない、絶対させない、永田町大集会ただいまより始めさせていただきます。私の、あ、はい、あ、でですね、あの展示ブロックの方ですね、皆様踏まないようによろしくお願いいたします。あの目の不自由な方歩かれるときにですね、あのご不自由になってしまいますので、よろしくお願いいたします。でですね、あのこの集会をやるにあたって、私のあのですね、あの間違った告知によって皆様を、ご迷惑をおかけしてしまって申し訳ございませんでした。最初こんなに早く衆院を通過すると思っていなかったので、最初告知を打った時に衆院通過をさせない、絶対させない大集会という名前だったんですが、通過してしまいまして、急遽衆議院第二会館からここに移した次第です。全くふざけた野郎どもです。そこに声をぶつけていきましょう。はい、それではですね、いつもこの瞬間がドキドキしてしまいますが、今日ですね、特にゲストスピーカーと設けていませんですので、皆様さまざまな思いがございまして来られていると思います。どなたか喋られる方、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます、よろしくお願いいたします。皆様行っていただきましょうか。皆さん、こんばんは。こんばんは。ブラシティは原発メーカー訴訟の会の事務局です。チェイと申します。先日ソウルで5000名の富士山が集まりました。皆さんに連帯の挨拶を受けました。特に福島の人たちへの連帯の挨拶、祈りの中で話がございました。秘密保護法案に関して言いますと、日本が今秘密にしているところは重大な点が一つあります。それはモンゴルに使用済み核燃料を持っていて埋めるということです。これは今日の朝日新聞でもほのめかして、元官僚がそのように言ってました。国際的に共同管理をする場が必要じゃないかという書いてある。これはモンゴルのことです。また皆さん、今ですね、東電に対する徹底した糾弾をする必要があります。しかし同時に東電に我々の関心が行くだけではダメで、メーカーが責任があるということを明らかにする必要があるんです。メーカーに責任があるということは、まだ残念ながら日本の運動の中には大きくなっておりません。
メーカーが実は一番よく知ってる。我々が今回訴訟を起こすのはメーカーに責任があるんだ。どうして東電だけが払う必要があるんですか。メーカーが意図的に事故がある可能性があるということが分かったんですよ。これは GE の設計士が3名危ない、マーク1型危ないということをアメリカの議会でも証言しています。1976年。それにもかかわらず日本に持ってきて一番よく知っているのはメーカーです。皆さん、東電だけではなくてメーカーに責任があるということを我々言い続けると、それはまた秘密だ言い出す可能性があります。メーカーの責任を徹底的に追及するために我々は訴訟を決断しました。これは世界で初めてです。どうしてか、アメリカが GE を通して輸出するときにメーカーには責任がないという法律を日本に作らせた。これは植民地です。日本はアメリカの植民地以外何があるのもない。日本はその法律を作ることによって東電だけに責任を追いかぶせてメーカーには責任がないという法律を作ったんです。原子力損害賠償法、原賠法といいます。この時は高々1200億円くらいで済むだろうと思ったんですね。ところが今は10兆円を超えます。これはどうしてメーカーに我々が請求できないのか。我々の訴訟によると今訴訟を準備しています。1月末に出すんですが、その訴訟の内容は一つは憲法違反。人間は新しい人権概念で、人間は放射能の恐怖から逃れて平和に生きる権利があるんだという新しい人権概念を我々は高らかに宣言します。もう一つは憲法の論議だけではなくて原敗法に基づいても故意にメーカーが事故に至ることをやった場合には事業者すなわち東電は及び被害者は求償できる、お金を請求できるという明記した。お分かりになりますか。何を言うんでしょうか。これは故意にメーカーが事故を起こすなんてしたことがないと皆さん思われて分かりませんが、先ほど言いましたように GE はすでに作ったときに設計士はこれ危ない、輸出をするなということを1976年にアメリカの議会で発表してるんですよ。それを分かった上でやってる。ですから皆さん、ぜひ1月の末までに我々は全世界から1万人の原告を集めます。同時に日本では最低1000人の原告が必要です。皆さん原告になって一緒に戦いましょう。そしてメーカーに責任があるということを徹底してやる。そして使用済み核燃料を海外にモンゴルに持っていかせない、この秘密を暴く、そういうことをしたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、皆さん、これで特定秘密を守るによって、その特定秘密と指定された秘密で恩恵を受ける、その人間は官僚だったり政治家だったり公の人間だけと思ったら、これ間違いですよね。公の人間の仲良しクラブに属してる人間、みんな秘密隠されてるままじゃないですか。例えば東電だったり、例えば東電だったり、例えば原子力メーカーだったりするんじゃないですか皆さん。だってそうですよ、あの福島第一原子力発電所で秘密にされたこと、何を秘密にすることでしたか。あれは一民間企業である東京電力をかばうために秘密にされたんじゃないですか。今の時点でその秘密にすることは悪いことですけど、特定秘密保護法、これ秘密にすることがいいことになっちゃうわけですよ。これから先ね、公の立場の人間と仲がいい企業はまたまた悪いことやってもどんどん秘密にされてくる、そんな世の中が来るじゃないですか。だから皆さん、そうです、福島第一原子力発電所で得た教訓を生かすためにも特定秘密保護法、こんなものぶっ潰してこじゃないですか。では次のお題、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、議員の皆さんこんばんは。
と思います。26日ちょっと仕事もあってここに来ることができない。だけど何かしなきゃ腹の虫が収まらない。私は埼玉県の人間なんですが、埼玉県選出の全国会議員に白紙を送りました。もう何としてもこの秘密保護、これに反対してほしいと白紙を送り続けたんです。ところが、先ほどの人も変だと言ってたんですけど、公明党には入らないですね。皆さんやってみましたか？公明党にはなんか白紙が入ってない、入らないようになってますね。ひどい。それはよっぽど集まってるのかどうか知りませんが、それでたった一人返事が来ました。お自民党の議員から返事が来ました。私は秘密保護法に反対してほしいと、そしてこれは戦争国家にするためであるということと、そして自分の子供や孫、若い世代のことを考えて今重大な決意をしてくれと、政党ではなくて一個人として判断しなさいとしてくれと、そういう白紙を送りました。たった一人返事が来ました。先日は特定秘密保護法案に関する貴重なご意見を頂戴いたしましてありがとうございました。いただいたご意見を重く受け止め、全力で政治活動に取り組んでまいります。今後とも負担のないご意見をお聞かせいただき、ご指導いただければと存じます。じゃあ反対しろってんだ。私はこれ受け取り拒否で返します。そしてこう書きました。市民をバカにするな、一寸の虫にも五分の魂、おごれる者差しからず、自民党は絶対ぶっ潰れます。今自民党の中でも創価学会の中でも今大変な勢いで反対の反対する声が届いているそうです。こんな悪いところをぶっ潰しましょう。私たちのためにはなりません。子供や孫のことを考えて今どうやったら私たちが少しでも生きいい世の中になるか、これを考えて皆さん一緒に頑張りましょう。はい、では次の方どうぞ。皆さんこんばんは。こんばんは。私毎週金曜日はいつも国会専門前で、ガスやガスの抗議行動に参加していますが、秘密保護法がですね、施行されてしまったら、原発で反対、ガス原発の抗議行動のスピーチもできなくなっちゃうんじゃないかと思って、26日の火曜日と、そして今日ここに、やってまいりました。森雅子さんがですね、歌手の森雅子さんじゃない、もう森雅子さんなんです、ね。そうだ。秘密保護法の対象は、原発、TPP、それから食品、こういったことも対象になるんだということが、徐々にですね、心を出してきて、明言しています。ということは、福島原発で、今、核燃料4号炉からですね、取り出し作業をやっています。そして、使用済みの核燃料を今、取り出すことを始めているわけですが、この工程、詳しいやり方もですね、東電は発表しなくなってしまいます。これは特定秘密保護の差し取りです。そして秘密保護法があってもなくても結局秘密にする。それにですね、秘密保護法が加わったら何でもかんでも秘密にして、私たちが生命の危険のにさらされるような状態になっても何も知らずされないままに私たちは何でしまうと思います。そして原子力規制委員会は福島県民に対して20ミリシーベルトとシーベルトのところに帰還しなさいということを言っています。チェルノブイリの人にですね、20ミリシーベルトに日本政府は住民を帰還させるんだよと言ったら、冗談はよせよと言ったそうです。ところがそれが冗談でないということが分かったら、チェルノブイリの関係者は顔がこわばって、それは犯罪じゃないかと言ったそうです。そういうですね、ことをさせようとするのが日本政府なわけで、安倍政権です。こういった非人間的なことをですね、次々とやすり前にやっていることを、私たちははっきりと今ここで止めなくてはならないと思います。そして私たちが
脱原発情報を開示しろ、汚染されている線量の状態を情報公開しろと言ったら懲役10年プラス1000万、こんなことになったら困ったもんじゃありません。私は脱原発の戦いは私たちの生命、私たちの未来、子供たちの生命、子供たちの未来を守るための活動だというふうに思っていて、全原発が廃炉になるまで続けようと思っています。それを阻止しようという意図が明らかな秘密保護法を絶対に許すわけにはいきません。ということで、今日も皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。そうです、市長今日呼びかけ人の会議です。私もここで明言させていただきます。原発に反対する立場から私も特定秘密保護法に反対しております。原子力の問題、情報の隠蔽とセットの問題じゃないですか。ですから、そうです、公の情報の情報流通に関する問題が起きたときには、それはすなわち原発の問題と関連があると見て間違いないんですよ。ですから、原発に反対する立場の方、皆さんも特定秘密保護を今更ながら言わせていただきます。反対しましょう、一緒に。はい、それでは引き続き動画がアピールされる方おられますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。こんばんは。コメントに届いた講義に行きました。この講座を掲げて、道路の端っこでコメントの職員さん、公明新聞の職員さんに秘密保護法に対するコメントの態度に抗議します。ただ淡々とそう言い続けていたんです。それなのにたった15分でパトカーが来たんですよ。だって政治政党に抗議の人が来るのは当然じゃないでしょうか。そうやって公明党に抗議の人間が行ったのは私が初めてなんでしょうか。15分でパトカーが来て、その後多分公安のおまわりさんが1人来て、その後6、7人で制服私服取り混ぜていらっしゃいました。結果45分で公明党への抗議、静かな抗議は終わりました。すごく情けないと思います。とても政治政党とは思えません。そして私は2、3週間前から毎日ではないんですけど、信濃町で創価学会員さんにこの秘密保護法の訴えをしています。秘密保護法、創価学会員さん、まだよく知らない方が多いんです。何それって言われました。今日もそして賛成だって言って行かれる方もいたんですけど、おそらくちょっと勘違いしてるんじゃないかなと、あの政府の言う通りすごく限定された法律だと思い込んでるんじゃないかなと思うんです。皆さん、選挙頼まれた方も多いと思います。ぜひぜひ創価学会員さんにこの秘密保護法の話をしてみてください。創価学会員さん、とても善良な方が多いです。話して気を長く話してもらえれば分かっていただけると思います。公明党が平和の党だと本気で信じているんです。気長に話をしてみてください。それでは公明党の話ばかりでしたが、皆さん一緒に頑張りましょう。失礼します。ありがとうございます。まあ
党にしても内情は一緒だと思います。自民党員さんでも、まあ、知人の話ですけど、これやばいんじゃないと言っていた方がおられましたですね。あと、そうですね、創価学会の中でもいっぱいいますから、やっぱり意見が割れていることと思います。私も凱旋中にちょっといかついですね、不良じみた服装の創価学会の方に、俺は分かってるから反対だからと言われた時はありますよ。ですから、そういう今のような訴えかけも重要だと思います。では次の方、よろしくお願いいたします。あ、こちらの方です、はい、よろしくお願いいたします。あ、男性の方です、あ、失礼いたしました。よろしくお願いします。私はごく普通に民間に来たりしてますけれども、今は秘密保護をとても大切だと思います。で、たまに一人で立ってたりしますけれども、私がここではそんなに難しいことは言いたくなくてですね、電車が通ります。2003年ぐらいに、イラク戦争反対の時からの市民運動の先輩に習ったことがあります。あんた頑張らなくてもいい、相手より1秒だけ余計に頑張れば、相手より1秒だけ余計に頑張ればいい、それを言われて、で、その瞬間が来るまで1秒余計に頑張る。だから最後の最後まで頑張る、相手よりは1秒を俺は余計にやるんだっていうことでやるっていうことを考えると、あ、できるんだなと思って、ここでもテツさんたちが随分やってるし、金管でもみんなやってるし、だから私もできるときは1秒だけ余計に頑張ろうと思ってやってますので、みんなそういうつもりでやりましょう。諦めちゃいけないと思います。皆さんこんばんは。今日私は家計を守る主婦の立場から言わせてもらいます。私たちの血税を使って私たちの知る権利を奪うとはどういうことだ。最低なんだから消費税を 8% にするんじゃないんですか。それでいて福祉を削って管理を膨らませるってどういうことですか。
使う燃料です。1年ごとに1回で使い切る燃料ではありません。燃料はブロックに分けて、そして3年間から4年間使えます。その使用中だった燃料が入っているから、また核分裂を起こすから危ないから、プールが壊れて水が抜けたらぶち抜けて、もうとんでもないメルトダウンまた起こすことになります。だから慌てて今取り出そうとしているんです。ところが先週は新燃料といったら全然使用してないやつで OJT 訓練をしました。訓練のためにやりました、あれは。と思ったら今週いきなり使用中の燃料の取り出しに入りました。最も急がなきゃいけないのは使用中の燃料ですから、順番変えると。ところがその産業を今度は原子炉の核、テロ防止というかということで情報を公開しないと、作業が終わってからしか今日は取り出しをしましたということを発表しました。そしたらどうするんですか。その作業をやるっていうのは分かってれば逃げる準備でも何でもできるわけですよ。ことが起こってからね、空気中に燃料とか露出するようなことが起きたら、もうとてもじゃないんですけれども東日本はダメになりますよ。半端じゃないですからね。表面で100ミリじゃない、100シーベルト、こういう燃料を取り出すんです。絶対水の中じゃないと取り扱いで白物です。この作業を隠すというんですから、やるその日のスケジュールを、取り出しをやるかやらないか。こんなことがあったら皆さん逃げる準備もないもできないですよ。私はフェイスブックでこのことを記事に投稿しました。780件以上の試合をいただきました。とりあえず今私たちがもうできることはもう燃料を、車の持ってる人だったら燃料を満タンにして、ある程度の非常食を用意して、もうまあ後にしか報道されませんけどね、その前の3.11 の事故の時のように隠されて、結局は被爆して私の小学2年生の子供を一番線量の高いところに避難させられ被爆しました。ただ私の子供には今のところガンは使っていませんが、福島県内50数名のガンの子供が、甲状腺のガンの子供が発見されました。これも今頃になって報道です。全然影響はないと言いながら、こんなこと情報を隠してこういうことを泣き物自体から特定秘密を何としても採決しようとしているのではないかと思います。絶対今度は悪法は許しちゃいけません。情報を公開しろ。ありがとうございました。本当にこの法律の成立を異常なほど急いでいる動機は何なのかということで、さまざまな憶測が飛び交っていますが、いずれにせよはっきりしていることは、その動機はろくなものではないだろうということですよ。こんな法律本当に許しちゃいけません。はい、それでは次のアピールよろしくお願いいたします。次は若者からのアピールです。皆さんお集まりいただきまして元気ですか。こんな寒いのになんでいるんですか。ね、そうです、あそこにいるね、バカの子が憲法を無視した茶番を広げてるからですよね。これ何を考えてるんだ。ね、パブリックコメントを見て、これ信じられない、考えられない、考えられない、信じられないのはお前の飲み物だ、この野郎。もう本当に寒いから本当にね、こんな茶番早く終わらせてくださいよ、廃案にしてくださいよ。ね、まあこれはね、もう何でもかんでも秘密にできちゃって、国会議員の皆さん、あなたたちの国政調査権も生まれるんですよ。国政調査権なくなったら、あなたたち国会議員はいる必要ありますかね。本当に仕事する必要あるんですかね。意味ないでしょ。あなたたち何のために国会議員になったんですか。そうだ、もっと措置しろよ。
会してる方はおられると思う。みんなの党の中でもおられると思う。本当に反対という気持ちがあるのであれば、離党してでも反対というのが数字じゃないですかね。自転車はこっちなんだよ、ね、え本当に言い出したらキリありませんよ、ね、えじゃあここら辺で言っときましょうか。言っときましょうか。チューブレッド。Come on.
張っているんです。まあ確かに我々の声がなかったらどうなっていたかはちょっとわからない部分もありますが、ですのでエールを送るのと同時に我々主権者に逆らったらどうなるか分かってるよね。野党の皆さんに存分に今日は教えてやろうじゃないですか。はい、それでは次に喋られた方どなたか。あ、君か。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。あの国会がまさにやっているときに抗議行動する、しかもこれだけの人数でっていうのは本当に効果的だと思います。あの火曜日衆議院で強行採決されたときも、官邸前、衆院前、衆議院議員メンバー前、国会前でトータル1000人以上の人が集まって、3000人か、すごい、3000人の人たちが集まって抗議を上げ続けたことで、午前中の委員会採決はあっという間にやられたのに、その後の午後3時から与党がやろうとしていた本会議採決は結局8時まで延びました。それは私たち市民の集まりによってやることができたんだと、そういう側面も強いということを皆さんと確認したいと思います。しかし与党は皆さんもご存知だと思いますが、8時に NHK の生中継が終わるのを見計らって動議を出して8時10分に強行採決するという、もう本当に世界一卑怯なことをしたと許せない思いでいます。皆さんもそうですよね。生中継で強行採決してみろよ。1億3000万人の前でほぼほぼ説明をしてみろよ。今日もこの後なんですけども、今日も午後から今も国会がやってますけれども、来週も月曜日、2日月曜、3日火曜日、おそらく午後から今日のように5時間、6時間ぶっ通して委員会が入る予定だそうです。そして与党は4日、最短4日、一番危険なのは5日の参院での強行採決を狙っているそうです。そして6日に国会を終わらせる。しかしこんなことを絶対に許すわけにはいきません。今テスさんが野党を応援コールをしたと同時に、与党に対して衆議院で火曜日にやったような強行採決絶対に許さないといこうよ。まさに中にいる連中に対して一緒にぶつけましょう。やめろ、対決やめろ、対決やめろ、今すぐ。
メールでご意見を送りつけたりなんかしても鼻から無視しますからね。信じらんないとか言って鼻から無視しますからね。福島で公に議会と書いて公聴会っていう名前が汚らしく思われてくる。あの公聴会においてね、自分たちの言うこと聞きそうな人を選んだのに全員反対意見。そしてそれを頭から無視しての強行採決ね。意見を本当に伝えに行っても頭から無視するんだったらこうして目の前に出向いて意見を持ってきてやれよ。はい、私は普通の母親です。3人の子供の母親です。私は TPP の交渉が全て秘密のうちに進められているということに対して非常に不安を感じています。食品添加物の問題や遺伝子組み換え食品の問題について私たちにとって切実なことなのに、なんで TPP の交渉は秘密なんでしょうか。私たちが主権者のはずです。情報は私たちのもののはずです。でこの特定秘密保護法案ですが、これが通ってしまったら何もかも政府にとって都合が悪いことが秘密にされてしまいます。それを知ろうとしたら処罰されるということです。逮捕されちゃうということです。で私はこれは現代の治安維持法、平成の治安維持法だというふうに法案の全文を読んで感じました。それまでは概要とかそういうものだったんですが、全文を読むと本当に恐ろしいということが分かります。第12条でテロリズムの定義がされていますが、それは政治上その他の問題について政府や他の人に対して主義主張を押し付けようとしたりしたらそれがテロリズムなんですよ。で次はまたはまたはで結ばれているから普通に日本語として中学生でも分かります。法案が言っているテロリズムというのは私たちのような普通の市民が普通に活動することをテロリズムと言って、それを公安警察っていうんですか、その方たちがもしも捜査していたとして、その情報は特定秘密になるだろうと思います。東京には14個かな、イスラム教のモスクがあるそうなんですが、公安警察の方ですか、外事課とかいう方たちが、あのモスクに出入りするそのイスラム教の信者の方たちの情報を顔写真とか氏名、住所、生年月日、どんな仕事をしていたとか、そのデータを2万人分ですか集めていたそうですね。それが2010年の10月にネット上にきっとライブ告発だと思うんですが流れてしまった。そういうようなことって違法なことですけれど、そういうことをやっている人たちに今度は私たち市民活動ですか、普通に何かやってると全部そういう私たちの情報が集められるということ、でそれが特定秘密になるわけですよね。私は何を調べられているの、それを知ろうとしたらもうそれは処罰されちゃうってことですよね。そうですね。ですから法案の全文を読んでみて本当に怖いと思って、これは絶対に潰さなければいけないっていうふうに思いました。でほとんど私はこのところ毎日国会に来ていますが、絶対にこれ潰さないとダメだと思います。1999年国旗国家法ができた時、私は今辞めてしまったんですが教員だったんですね。で仕事の合間を縫って反対に来たんですが、あの時もっと反対してればよかった。悪法ができちゃうと遅いんですね。それによって国旗国家法でどれだけ処分されたか、どれだけ裁判やらなきゃいけなかったか、みんな人生狂わされてしまいました。ですから今本当に今週来週毎日でもここに通ったり、あとファックスをプロジェクト 99% という方がホームページ上に参議院の特別委員会の名簿、メールアドレス、ファックス番号、電話番号全部載せてくださっているということを聞いたので、そこのデータを取って私も今日うちからファックスを全員に送ってきました。公明党の方にもファックス通りました。
のでぜひ何かやらなきゃダメということで友達にもそのファックス番号を郵送してね、もうともかくやってっていうふうに言っています。ハイアンまで頑張りましょう。そうなんですよ、かくいう私も TPP 反対運動それにも参画しています。そして TPP というのは秘密交渉であることはご参加の皆様もご存知のことと思います。ところが森まさか担当大臣 TPP についても秘密の対象になり得る。秘密交渉でさらに秘密って全く教える気がないってことじゃないですか。ただでさえ秘密交渉のところで特定秘密保護法の対象になり得るってどういうことですか。それあなたは本来の仕事に戻って少子化問題を担当しなさい。はい、それでは四共担当の平吉君よろしくお願いいたします。今の審議の状態でございます。ぜひ皆さん
っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。そうですね、ここは共同作戦でいきましょう。本当に議員の皆さんに異常の中で戦っていただいて、残念ながら我々ね、勝手に入れないでください。僕もあの席に座りたいんですけど、ダメですよね。傍聴来れるよ。傍聴券ちゃんと取れば。傍聴してつまみ出す。まあ、私ここにいますので、あの皆さん、ここは己自身を知ってですね、昨日も言いましたけどね、やっぱりスマイルが素敵な方は、街頭で、あの周知活動などに勤しんでいただいて、私のように人数が飛び切れ悪い人間は、こういうところに、こういう活動に勤しみ、そして議員の皆さんには議会の中で戦っていただくと三位一体の戦うじゃないですか。頑張りましょう。野党の皆さん、頑張れよ。今度もう一回行きたいと思います。よろしくお願いします。音がどれぐらい聞こえるか、ある議員さんの部屋に入ってみたんですよ。もう一字一句明瞭に、一言一句明瞭に。だから揺れてる議員さんの、例えば、ね、公明党とか自民党の中でも両親反応とか、みんなの党とか、はい、もうはっきり名指しで言って、あのエールを送ったらいいと思います。わかりました。はい。村上選手の頑張れとか。はい。それでは。よく聞こえるように言わせていただきたいと思います。ここに集まっているみんなは特定秘密保護法案なるものに断固反対の意見を届けるためにここに参っております。皆様は主権者、そして納税者たる我々の支持なくして職責を全うすることのできない立場であることをお忘れでございましょうか。そして議員の皆様におかれまして、
国政調査権という政治家にとって板前の包丁にも等しいものをこの法案に賛成することにより手放そうとしている皆様、国会議員としての誇りはお持ちでしょうか。自らの仕事に誇りが持てないのなら今すぐに辞職してしまいなさい。国政調査権なくして何の政治家でございましょう。官僚から送られてくる情報を精査し、それによって祭り事をすることがなくして何の政治家でしょうか。皆様、自らの職責と、もう一度言いましょう、自らの職責と誇りに目覚めてください。そして正直になってください。この特定秘密保護法なるもの、皆様政治家の立場も危うくする法律です。ですので、そうです、国民のためにこの法律に反対するなどという綺麗事を申さなくても結構、私の仕事を守るために特定秘密保護法にどうか国民の皆さん一緒に反対してくださいと正直に言いなさい。はい、というわけで引き続きどうだかよろしくお願いいたします。よし、自民党の国会議員の皆さん、あなたたちに言いたい、はい、元自民党の人たちが特別秘密法案に反対していると、例えば白川勝彦さん、この人は元国家公安委員会の長である、何と言っているか。特定秘密法案の一番の問題は、その秘密を国民が暴こうとして、その国民が処罰されることにある。だから国民には秘密を暴く権利がある、そう言ってるんですよ。最初に罰せられるのは国会議員なのに、なぜ国会議員の中に反対の声が広まらないのか不思議だ。そう言ってますよ。自由民主党は自由主義の精神を忘れてしまったのか、そう言ってますよ。中曽根政権のスパイ法案の時、それに反対して若手の自民党の議員が4人から立ち上がったんですよ。新しい自民党の議員の皆さん、あなたたちは国民から選ばれた代表者として自覚してください。我々国民の声をちゃんと聞いてくれ。ありがとうございます。アメリカメントしっかりと聞きなさい。たまりにたまった耳くそをしっかりとかっぽじってみんなの声を聞くんだ。はい、国民の方よろしくお願いします。こんにちは。ちょっと一言だけ、先ほどの国旗国家法のお話がありました。私は右派ですということを明言しておりますけれども、国旗国家の強制に関しては絶対に反対をします。そんなものは絶対許されるわけがないですし、日本、日の丸とかですね、決められたらせいぜいこの100年、200年の話です。ただ私どもが喋っているこの言葉、日本語というもの、あるいは稲作文化というものは数千年、あるいは1万のレベルのものです。それを受け取れるのが私は本当の右派だというふうに感じております。それから、この法案に関してであります。私は、自由民主党の特に参議院議員の皆さんに申し上げたい。私が申し上げることは難しいことではありません。100メートルを8メートル走れとかそういう話ではなく、この特定秘密保護法は採決の際に起立願いますと言ったときに、ただ座ってればいいんです。ただ座ってればいいんです。楽でしょう。谷巻みたいに寝ててもいいですよ。細かく立ち上がらないこと。もしどうしても罰が悪い場合は、ちょろっと出てってタバコをゆっくり吸って30分後に戻ってください。
簡単なことですよね。そんなこともできませんか。例えば年配の年次の高い議員であれば自民党の応援なんかもらえなくたって当然できるはずでしょ。また1年生議員、いやそんなことすると、私なったばっかりで自民党の公認いられなくて、応援してもらわないと次の選挙がなんて言ってる人がいますけども、バカかと言いたい。残念ながら自民党は今の民主党よりひどい状態だよ。今の民主党、民主党政権になる前のあれだけの盛り上がり、それに比べて、それに比べて今民主党が演説するったって誰も止まんないです。私千葉県住んでますけども、野田さん千葉県ですよね。駅頭で民主党の方が、これから野田首相がいらっしゃいます、元首相がいらっしゃいます、皆さん聞いていってくださいって言っても誰も止まらないよ。そんな感じだ。しかし自民党の3年後もっと悪いよ。無視されるぐらいなり石投げるぞ、馬引っかけられる、そう石投げられる、そんな状態だと思うよ。今消費税前で駆け込みの重要なマスコミ、住宅とか、そういったものであるようなんだけど、しかしさ、3月消費税が上がる、その数年後にまた上がる、そして今新自由主義政策が行ってる、めちゃくちゃな世界が3年後待ち受けてるんだよ。それをやったのは自民党なんだよ。そしたらお前ら逆風なんだよ、自民党だっていうことが。よく考えろ。今退席すれば少なくとも自民党の議員が増反した、若手が増反した、トップニュースだ、名前が出るぞ。そこからもう一回考えればいいやろうが。あんたらね、本当に目の前のことしか見えてない。そんなことでいいのか。それから直接聞こえてるようだから、申し上げたい、TPP 反対している保守派の諸君、西田昌司、脇正志、お土秀久、そして藤井聡、藤井聡は、議員ではないが、その4人、なんで声を上げないんだよ。お前ら保守派だろ。安倍晋三が保守派でも愛国者だろ、まだ思ってるのか。今安倍政権が行っていること、 TPP の推進、消費税の増税、解雇特区、あるいは米に関しての極めて問題ある政策、全て保守政治ではないと少し少なくとも。これに対して何を応援してるんだよ。お辻秀樹さん、西川東也のクビネット捕まえて怒鳴っただろ。それで自民党にいじめが打たれただろ。お前らな、お辻、安倍晋三のクビネット捕まえて、こんな法案やめろって言え。それから、自民党の支持者、時間がいいです。大丈夫です、全然大丈夫です。本当に自民党、ありがとうございます。自民党の支持者、自民党支持者というのは、一部の在党会みたいなの違いは別としてですね、ほとんどは人には違いないですから。ちょっと変わった個性的な方々、以外は別としてですね、ほとんどの人間というのは、ほとんどの支持者というのは、地方の保守的な、穏健な保守的な対象なんですね。というのは、それは分かるというのは、私の祖父が自民党の地方議員でして、実家はやはりそういう政治というものにどっぷり使った家でした。で、なんて言うんでしょうかね、地方の祖父は共同体的な、そういうタイプの方なんですね。大丈夫です。理屈をどうのこうのというよりは、まあ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 、いい加減に、良い加減に調整しながら、皆さんの意見も聞きながら、こんな形で、まあ一杯どうぞみたいな、そういう穏やかな人たちなんですよ。ですから、例えば鉄の結束で一糸乱れる針みたいなのは一番嫌いなんですよ。そうだ、だから今回一糸乱れる 100% 離脱なしなんていうのは自民党の支持者からしたら非常に気持ち悪いんですね。そんなのは創価学会公明党ですよ。そんな一番嫌いなんです、自民党は。自民党の支持者はね。だから皆さんね、そうなんですよ、意思乱れるなっていうのは大嫌いなんですよ、自民党の支持者っていうのは。そうじゃない、そうだよね。だから、なんて言うんでしょうかね、
日本の例えば近代史においても、都市型ファシストというのはほとんど成功していません。どちらかといえば農本主義226とか515とかそういった、まあ、軍事クーデター暴力はよくないですけれどそういったものが、まあ、日本人の特性として、都市型ファシスト、ああいった連中は嫌いだということがあります。ですから自民党の議員参議院議員もう一度申し上げる採決の際に座ってていればいい。難しいことは言えない。そうしたら我々は少なくとも自民党であろうがあなたを応援するから絶対に勇気を持ってそれを行ってほしい。愛国者として切に臨みます。ありがとうございました。お、ちょうど目の前に IWJ の方おられてますね。あのネット右翼と呼ばれる方のこの IWJ の中継大好きでしてね、我々のことを伝えるために見てらっしゃいますんでちょうどいいんで私言わせてもらおうと思います。二言目には愛国って言うけど安倍晋三あれだけはやめとけよ。で保守の方々で安倍晋三が嫌いな方々おられますがよく売国とおっしゃってますけどあれ間違いですからね。売国と言いながらお代いただいてなきゃ売ってないですから。お代もらわないで差し出してるからあれ売国じゃないですから、ね、ただのバカですから。はい、だからネット右翼の皆さんあれだけはやめときましょうね。外国できなくなるぞ。はい、それでは次の方よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。衆議院の暴挙の採決に続き3時間参議院でも100時間が必要だ以上必要な法案に対して安倍政権はまたもや強行採決をしようとしてるじゃないですか。言うまでもなく主権者は我々です。国会議員は憲法を守る義務があるはずです。よく聞け。特定秘密保護法案のルーツといえば黒塗りの報告書、議事録がない、何もかも秘密、そしてパブリックコメントでは約9万中77% が反対したにもかかわらず無視して与党内協議でもろくでない修正でした。そして維新と日本維新の会とみんなの党の修正においてもろくな状態ではありません。このようなめちゃくちゃな法律絶対に許すわけにはいきません。第一に国権の最高機関である国会を軽視して10条の第一項こちらでは秘密会に呼べばお前ら教えてやる、でも秘書とかそういう人たちに相談したら国会議員までが漏洩で5年以下の懲役ですよ。参議院の国会議員の皆さん、まともな国会議員として仕事をしたいんだったら国権の最高機関も否定されたという国会議員の誇りにかけて文句を言うべきじゃないですか。第二に裁判の問題があります。私たち憲法の第82条には公開裁判の原則があります。しかし特定秘密とかそういったことになればまともな審議が出らまともな裁判を受けられない、そして弁護してくれる人たちの弁護士たちまでが漏洩だとかそういったことで捕まる、これ司法の独立の否定ですよね。そうだ。で第3に憲法13条プライバシーの件、特定こちらの方の、何でしたっけ、調査、あ、国政調査権、国政じゃなくて、適正調査の件で憲法の方の基本原理をねじ曲げています、うん、そして憲法21条知る権利、こんなもので
島根原則で考えれば一般国民、ジャーナリストは処罰してはならない。そしてその情報源に対して押さえついても追及することができないということが島根原則に書いてあるんですよ。そんなことのね、一文字も書いていない。こんな特定秘密保護法案、憲法原理を完全に否定しています。昔の自民党はいろいろありましたけども、それなりの奥の深さというもの、そして国民の声というものを大事にしていました。例えば宮沢喜一さんは1955年頃の日本社会党との対話というものがありまして、その本の中で憲法は変えるにしても国民の圧倒的な多数がなければ変えるわけにはいかないということを書いていたんですよ。それが保守本流なんです。そして私が聞いて、もし間違ってたらすいません、私が講演で聞いたのは1985年に自民党の党綱領から憲法改正を取り除いてみるということでミッチーに相談した人がいたそうです。渡辺道夫さんですから、当然な憲法調査会のナンバー2で怖い顔をするだろうと思ったそうなんです。ところがミッチーはこう言いました。国民が40年間それでいいって言ったんならいいじゃないか。そしてそれは古女房のようなもんだという話をしたそうです。やっぱり分かるところは分かってるんですよね。後藤田正治さんだってそうじゃないですか。それに比べて安倍晋三さんは何なんでしょうか。安倍さんの憲法観、まず生活の党の小沢一郎さんに自民党改憲草案から憲法97条基本的人権の本質が抜けてるけどどうなってるんだというふうに聞かれました。そしたら安倍さんはしどろもどろになってどこかに切り曲がってるかもしれないって答えたんですよね。そして福島みずほさんから、福島さんの方から憲法ってどういうもんですか、私は立憲主義をと言ったら、日本は民主主義の国だから自分の考え方を書くのが憲法だと思ってるって言ったんですよ。憲法は国民を守るためにあるんですよ。このように憲法に対して、あるいは小西、民主党の小西参議院議員から安倍さんに憲法13条を知ってますかと聞かれたら、安倍さんは知らないって言ったんですよ。そして憲法学者の芦部先生のことも知らないって言ったんです。だからこそこのような無茶苦茶な憲法を守るという憲法99条を分かってない連中がいるから、こんなひどいやり方するんじゃないんですか。この3年間安倍さんは黄金の3年間だって言って、今までやりたいことをやると言っています。だけど安倍さんのやろうとしていることは絶対に許せません。とにかく安倍さんは自民党改憲草案による公益及び公の秩序ということで国民を縛り上げるものの、その思想が特定秘密保護法案に入ってるんですよ。そのめちゃくちゃな法案を通してしまえば共謀罪が待っている。そして盗聴法の拡大があり、今まで以上に公安警察の方が強くなって、日本がとんでもない社会になります。そして国家安全保障基本法です。こちらに入ってしまえば国民は国防義務を課せられるんですよ。この特定秘密保護法案、どんなことがあっても潰さなきゃいけません。ここにある国会議員だって自分たちの存在さえ否定されるようなもんであれば、よく聞いて反対しろ。